夕。織姫と彦星が会えるロマンチックな日。そんな七夕にちなんで星が楽しめるスポットをご紹介します。やってきたのは神戸市にあるプラネタリウム星空カフェ&バー。どんな星が楽しめるんでしょうか。お邪魔します。いらっしゃいませ。さすがにお店の名前が星空だけあって店内は夜の雰囲気。わあ、天井に星が。星が好きな店長さんがお酒を飲みながら星を楽しんでほしいという思いからお店にプラネタリウムを作っちゃいました。このお店では2時間に1回およそ30分間店長さんが星の解説やクイズを出してお客さんを素敵な星の世界に導いてくれるんです。この世すべての星はいくつと言われているでしょうか。え、10万個くらい。正解は200ガイあります。今日それだけある星を1個ずつ数えてらんないので明るいのを紹介しようと思うんですけども、小学校の頃よく思い出してください。夏の大三角3つ、何と何と何。ほら、あれですよ、あれ。ほら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 、あの出てこない。ことざのベガと白鳥座のデネブとワシザアルタイル。そっか、この3つで夏の大三角なんですけど。なるほど。七夕の織姫と彦星ですね。このベガとアルタイルが織姫、彦星なんですけど、織姫と彦星、普通に晴れてれば何年に何回会えますか。そりゃ1年に1回でしょ、はい、1年に1回ですね。そうですそうです。なんですけど星の一生ってめっちゃ長いんですよ。あれをこう人間サイズぐらい、80歳ぐらいにこうギュッて縮めたら、あの二人だいたい5秒に1回合ってます。だいぶ合ってる。聞いてみないとわからないですね。にしても店長さんめっちゃ面白い。お客さんの反応は笑ってくれてますね。だいたいみんな笑ってくれてます。季節によって投影が変わるので全部の季節をコンプリートしてもらおうと思ってます。で、こちらではランチタイムもあると聞いたんですが、おすすめはありますか。おすすめのメニューは星空プレート。こちらがその星空プレート。野菜がたくさん入っているこだわりメニュー。あちこちに星を発見。凝ってますね。またバータイムでは星空ガトーショコラと星をイメージしたカクテルが人気です。カクテルの味はどう説明しているんですか。ムーンだと月の味です。まずは火星の味です。火星の味がします。火星初めての人は飲んでみてください。多くのお客さんは好みの名前や直感でカクテルを選ぶそうです。そしてプラネタリウム投影後には30分間限定で解説に出てきた星のカクテルを注文できます。2人織姫と彦星なので2人の間に天の川を流します。同じ星がずっと上がったり下がったりキラキラ輝き続けるのでしばらく見ててください。わあ、素敵素敵。ずっと見ていたいです。このカクテルは7月7日限定です。星空カフェ以外にも県内には星を楽しめるスポットがいっぱい。佐用町にある西播磨天文台では国内最大の望遠鏡ナユタで天体観測ができます。日曜日には一般観望会があって予約なしで誰でも参加できるんです。綺麗な本物の天の川も見られるかも。明石市立天文科学館の大型プラネタリウムではおよそ9000個の星が映し出されます。ホームページには毎日のプログラムが紹介されていますので要チェック。今月13日から15日にはあのシゴセンジャーにも会えますよ。1年に1度の七夕。
はどこで星を見ますか？